はいどうも、泉です。今これ見てください。途中なんですけど、まなかちゃんがね、うちにやってきてて、なんと今日クリスマス猫のケーキを作ってあげてるってことなんで、ちょっと自分も今編集してたんですけど、作ろうかなと思います。でカメラマン今ね、JP がやってくれてるんで、はい、とりあえず僕も今食材を見て作れるものを作っていこうと思います。はい、ちょっとね、食材探そうかな。何があったの？木綿。猫食える？あ、足がありますね。これとさっきのまなかちゃんが使ってた卵を使ってメレンゲ作っていけるんじゃないかな。はい、じゃあね、ちょっと隣でまなかちゃんが作ってるんですけど、はい、え？いや、ボリュームはちゃんと大きくね。いかんねや、君がちっちゃいんだよ、JP が。ペーペー、ジャーペー。ほら、でかいでかいでかい。よくできました。まあ、そんなこと置いといてね。はい。ちょ、準備できたんでね。ちょっとこちらの食材でやっていこうと思います。まあ、これでね、さっきまなかちゃんが作ってたケーキを参考にね、まあ、向こうのチャンネルに負けない素晴らしいケーキを私は作ろうと思います。まあ、ちょっと2匹分やけど、2個作っても、結局どっちがどっち食べてるかわからんことになるんで、一つでかいの作ります。じゃあ JP 行くよ。では行きます。はい、できました。どうですか皆さん、こちら。俺じゃない、これどうですか。これ何見えます？ハート。ハート、こっちで言ってる。やっぱクリスマスと言ったらこちら、靴下です。大きいでしょう。はい、この靴下ね、中身いろんなものが入ってます。煮干し、このね、なんか こいつとか、あ、アジね、やっぱ釣りするんで魚さばくんで魚入れたりとかね。あとマタタビもちょっと入れました。これを早速、うちが飼ってる2匹、本邦初公開ではないけど一番最初の挨拶以来ですね。はい、ちょっと JP もついてきて、まなかちゃん食べさせて。お、さて問題、ルリとポテトは食べてくれるでしょうか、くれないでしょうか。ポテトは食べる。ポテト食べると思います。ルリは？ルリも、まあ、お兄ちゃんが作ったから、彼女が作ったから食べてくれるんじゃないかな。なるほど。ということで猫部屋に行きましょう。はいはい、ルリどうぞ。ハッピーメリークリスマス。メリークリー。 JP の靴下ダチられてるやん。え、ルリルリ待って、ルリ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 行かないで。やっぱポテト食べる。中の匂いがしないんじゃないですか。え、でも食い物に見えない。確かに色合いかな。ほらオーラルリ、美味しいぞ。中に美味しいものがたくさん入ってるぞ。食べていいよ。ここね、こうブスーって開けると、ね、ほらブスーって、ほらほらたくさん出てきた。ほらグロ、グロ映像。ほら魚もあるよ。お腹いっぱいかにゃ。そうなのかにゃ。そこのまま置いて見てみましょう。食べそうやんけ、お前ら。食べとけよ。
もう美味しくない。食べて食べた感じしてる。お腹いっぱいか今。はい、ちょっとね、1時間ぐらいかな動画放置してたんで、ちょっとまだ見てないんですけど、まあ少し食べられているかなってぐらいですね。ちょっとグロですね、これは。ちょっと今回はね、失敗してしまったんですけど、まあ敗因はちょっとお腹いっぱいの時に出してしまったかなっていうことなんで、もうちょっと時間を考えてね、出してあげようと思います。この企画、大成功ではない。そりゃそうだね、こんなに残るとは思わんかったけどね。生魚が嫌なんですかね。でも見た目がグロすぎるな。そうだね。事件現場。まあ猫もね、今後また豆チャンネルの方にも出るかもしれないんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。